それではですね、パネルディスカッションを始めたいと思うんですが、パネリストの皆様、カメラオンにできますでしょうか。はい、今日はですね、省庁の方からも、それからもちろん企業の方からも、学術界からも、たくさん来ていただいております。ちょっとたくさんの方でみんなにご意見や、を伺いたいので、少しテキパキと進行したいと思います。で、ディスカッションなんですが、気候変動に対して、対策を取らなくちゃいけない、取らない、TCFD などの、レポートを書かないと、なかなか、将来自分たちの企業、が競争力を失ってしまう。だから、まあ、いやいややるということではなくてですね、勝ち抜くために、より良い、ところへ行くために、積極的にやる。もちろんリスクが分かれば、それに対する対応も取れるということで、なんですが、その、まあ、D4PDF とか、日本は結構その適用に使える気候変動のデータっていうのは恵まれてる、と思うんですけど、それでもやはり、今日初めて聞いた企業の方が、そのデータを上手に使って、自分の企業にどういう影響があるかっていうのは、なかなか一筋縄ではいかない。要するに、提供側と利用者の側に利用する大きなハードルがある状態で、これを記者さんの会社なんかは、なるべく低くしてですね、よりたくさんの方に、より良い対策を取っていただきたいということだと思うんですが、この具体的にどんなハードルがあって、それを、どうやったら乗り越えられるのか、そういうことを今日は中心にお話、したいと思います。で、まずですね、話題提供ということでですね、データをですね、利用する側の民間の企業の皆様がどういうふうなことを課題だと思っていらっしゃるか。先ほども質問に答えていただきましたが、東京会場、JR の農林中金の、長村さん、矢野さん、中井さんの順番で、まあ、簡単に、どんなことを課題だと思ってらっしゃるかっていうのをお聞きしたいと思います。まず、長村さんからお願いします。はい、木本先生、ありがとうございます。それでは私の方からですね、まずは、このデータセットを、まあ、気候物理的リスクの分析に使っている、角度からのコメントということで2点ほど申し上げ、です。講談の方でですね、もっと平たく、このサステナビリティレポートを出さなきゃいけない、企業の一員としてですね、思っているところを1点申し上げたいと思います。まず前段の方ですけれども、D4PDF につきましてですけれども、こちらはアンサンブルの数も多くて、企業にとって、まあ、より関心が高い、2度上昇実験結果なども提供されているということで、単に使い勝手が良いというふうに私どものを、担当、まさに分析を担当している部署はですね、感じております。で、一方で、D4PDF はタイムスライス実験といって、その将来の小音幅を固定した実験であるため、例えば現在から2度気温上昇した時に至るまでの期間、いや、2度上昇から2度小音時から4度小音時までの期間の時間連続的な変化というのが分析できないというふうに感じております。で、まあ、こういった課題を解決するために、まあ、最近ではその過去から未来にわたる時間連続的な変化をシミュレートした時間連続実験データが作成されるようになってきたというふうに伺っております。しかしながら、まあ、計算機資源の制約からですね、現在の時間連続実験データというのは、アンサンブル数が4つほどしかないそうでありまして、まあ、予測の不確実性が、まあ、非常に高い状況にあるということです。したがいまして、まあ、D4PDF のように5000とか6000とまではいかなくても、
養殖の不確実性の幅をですね、評価できる程度にはアンサンブル数を増やしてほしいと、まあ、そんな要望があります。これが1点ですね。それからもう1点はですね、まあ、データセットの、まあ、手引きの充実化を求めたいという、声であります。で、まあ、今お話しました D4PDF につきましては、そのデータセットの詳細について、分かりやすい手引きを作成いただいており、大変、そこはありがたく感じておりますけれども、まあ、他のデータセットについては必ずしも情報がですね、まあ、分かりやすい形にはまとめられてない部分があって、まあ、どこに情報があるのかとか、どのようなデータなのかを理解するのに一苦労するということがあるようです。で、これがまあ、専門的に研究を行っている方であればですね、データセットに関する論文を読めば、まあ、すぐに理解できるようなことであっても、まあ、多くは英文であったりもしてですね、一般の企業のユーザーにとってはハードルが高いんじゃないかと、こう思われるというところであります。したがって、そのデータセットごとにですね、D4PDF のようなこう手引きを、作成いただくとともに、まあ、データ所見を一覧にした表も作成して、まあ、随時アップデートしていただけると大変ありがたい、まあ、そんな声があります。あともう一点ですね、まあ、平たくサステナビリティ開示の、まあ、当事者として感じるところとしてはですね、まあ、これどうしてもこうシナリオを用いた分析結果というのを用いなきゃいけないわけですけれども、まあ、気候変動の将来予測データを使ったこうシナリオ分析結果をですね、そのデータ分析のその不確実性、まあ、どうしてもやはり不確実性を伴いますので、そういった部分も含めて、どのようにこう、読み手サイドにですね、適切に伝えればいいのかっていうところは悩んでいるところだと、まあ、そういうふうに聞いております。まあ、それはこれは、まあ、万人に共通する悩みなのかなと、こう思っておりますけど、はい、以上でございます。すみません、長くなりまして。はい、ありがとうございました。それでは、JR 東日本の矢野様からもコメントお願いします。はい、先ほどの発表、私からの発表内容の繰り返しになりますけれども、2点ございます。まず1点目はですね、分析に用いているハザードマップの関係でございまして、単一河川氾濫のみと分析となっております。従いましてですね、河川水系など隣接河川の氾濫がですね、同時多発的に起きた場合は想定しておりません。ただしですね、昨今の大雨台風被害を見ても、そういったデータがあるとより実態に即するのかなというふうに考えてございます。2点目はですね、まあ、欧州からのエアから、ヨーロッパ等ではですね、エアから鉄道への移行率、それから炭素税などが公開されているんですけれども、収入動向などをより精緻にですね、分析するという意味では、国内にもですね、そういったデータが開示されることが望ましいのかなと思っています。で、さらにですね、それらのデータセットがですね、将来的にどう推移して、どう事業に影響を与えていくのかというシナリオをですね、信頼できる、まあ、客観的な情報に基づいて、設定することが、財務影響の定量評価に必要であるというふうに考えてございます。じゃあから以上になります。はい、ありがとうございました。それでは、農林中金の中江様もお願いします。はい、私からはですね、金融機関の中でも、まあ、銀行特有の事情ということかもしれませんが、実際にデータを取り扱った経験から申し上げさせていただければと存じます。で、一般的な銀行の職員にとりまして、TCFD 等で取り扱う、まあ、気候関連のデータというのは、いわゆる、まあ、自然科学分野のデータに属するかと思いますが、あまりこう従来の業務ではですね、馴染みのないものでございます。銀行で取り扱うデータというのは一般的に社会科学分野のデータが対象でございまして、まずその点で正直私自身もですね、取り扱いに対するハードルは一定程度ございました。このあたりはですね、金融機関でも保険会社様と、まあ、銀行ではもう違いはあるのかなと思っております。一方でですね、まあ、リスクの計測等にかかるモデル化等ではですね、まあ、我々もそのいわゆる金融工学等、スリーファイナンス等のですね、知識、知見を申す、有する者もいますので、まあ、統計学の知見等を生かしてですね、まあ、
この最初のハードルさえ超えてしまえばですね、いろいろな分析などもできるかと思ってますので、そういう潜在的な可能性も、まあ、有しているのかなとは思っております。つきましてはですね、まあ、長村様の、先ほどの、発表内容と、ご発言とですね、重複する部分多いのではございますが、やはり、各種データのですね、手引きなりをですね、拡充していただいて、まあ、こういう我々自然科学分野のですね、データに馴染みのないものでもですね、取り扱いを、のハードルを下げていただくということがですね、はい、我々としてもですね、切なる願いとしてですね、今後も情報提供の中でですね、ご検討いただければと思っております。私から以上でございます。はい、ありがとうございました。データ利用者そのものではないかもしれませんが、金融庁が入っていただいておりまして、金融機関の物理リスクの、評価等の取り組みを、まあ、なんていうか、推進していただかなくてはいけないわけですが、その立場からですね、金融庁の方から、課題だとか、データ提供側に何かご要望のようなことがありましたら、お願いしたいんですが、いかがでしょう。金融庁の西田室長。はい、聞こえますでしょうか。あれ、ちょっと声が聞こえないかな。ちょっと先ほど、すみません、直したらまた。はいはい、大丈夫です。よろしいですかね。はい、すみません、大変失礼しました。先ほどちょっと重なる面もありますけれども、やはりファイナンスの面で言いますと、先ほども中村さんからもお話ありましたけれども、やはり投資や融資っていうことで、まあ、リスクであるとかリターンを理解するっていうことが、基本になるんじゃないかなと、金融実務としては基本になるんじゃないかなと思います。で、リスクやリターンというのは、まあ、必ずしも定量的なものだけで判断するものではないというお話も私聞いたことはあるんですけれども、一方でやはり定性的なものにとどまらずですね、やはり定量的な理解というのは非常に重要になってくるのかなというふうに思います。で、そうしますと、全般的なフレームワークの中で、その自然災害のリスクであるとか、機会っていうのが、それぞれの事業の中で、どれぐらいの可能性があるのかっていうものをご理解されるっていうだけにとどまらず、やはりより具体的にそのデータを使って、まあ、どういうチャンスがあるのかとか、リスクがあるのかっていうのを具体的に理解していくっていうことについては、非常に重要性がこれを高まっていってですね、より具体化していこうっていうような流れがどんどん強まってくるんじゃないかなっていうふうに、思っているところです。で、その辺を見れば、二方からのですね、金融面での、先ほど、中村さんと中井さんの、お話と重なるんですけれども、どういうデータがあるのかっていうことが見える化されるっていうのは非常に意義があるんじゃないかなと。こういうようなデータがありますっていうか、先ほど一覧という話もありましたけれども、まあ、どういう内容についてのデータで、まあ、どういう特性があって、まあ、こういう使い方ができるかもしれないって、そういうようなことが、まあ、見えるっていうことについてはですね、すごく重要なファーストステップな、まあ、ファーストではないかもしれませんけど、非常に重要なステップなんじゃないかなっていうふうに感じたところでした。あと、課題感っていうところで申し上げますと、先ほど二方から非常に トップレベルの、金融機関ということで、お話があったわけですけれども、もしかするとですね、より、例えば規模の小さい金融機関の方とかっていうことも考えますと、まあ、定量的な扱いとかっていうことも含めてですね、気候変動のその自然関係でデータはもちろん、それをどう定量的なリスク、リターンとかの考え方であるとか、お客様へのアドバイスとかに生かしていくのかっていう利用面でもですね、まだまだ体制整備も含めて課題があるっていう、金融機関も多いんじゃない、投資家の方も多いんじゃないかなと思います。よってデータを自分がどう使うのか、どういうふうに使えば、投資、またはファイナンスをする側としていいんだろうかっていうことについて、金融面でもですね、体制整備っていうのを進めていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ったところです。で、そういう意味ではデータを、提供していただく側と、提供を、データを利用していただく側っていうのは、まあ、双方向で、こういうデータがあるから、こういう活用方法もあるんじゃないかっていうのは、双方向で照らし合わせながら考えたり、まあ、議論していくっていうようなことが重要なんじゃないかなっていうふうに考えまして、本日のような機会というのは、まあ、そうしたものの一環として非常にありがたいですし、まあ、こうした機会を深めていくということはですね、考えられるんじゃないかなというふうに思ったところです。で、あとごめんなさい、最後になりますけども、先ほど理事長からも話ありましたように、特にデータについては非常にいいデータが揃っているというふうに、私もすみません、全然エキスパートではないんですけれども、流度であるとか、
いろんな意味でですね、実はすごく いいものがあるんですっていうふうに、専門家の方から何度も伺ったことがあります。で、それは禁煙実務であるとか、企業の実務とかに生かしていけるっていうような可能性がきっとあるっていうことだと思いますので、ぜひそのあたりをですね、具体的にどういうふうに進めていけばいいのかっていうのは、関係者の方ともぜひ議論して いきたいなっていうふうに、また今日改めて感じたところです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。かなり重要なご指摘をいただいたと思いますが、ここでまとめちゃうと終わりてしまいますので、データ提供の、側からもですね、課題感というかも、を、お聞きしたいと思います。まずですね、京大の森先生いかがでしょうか。あ、木本先生、ありがとうございます。結構いただいたご意見をもっともでして、改善した方がいいなと思っているところを的確につい疲れたかなというふうに思っています。まあ、金融関係については我々はあまり付き合いがなくてですね、こういうネットワークっていうのは非常にまず大事だなということを改めて理解しました。あと科学的な面でいきますと、やはり提供できる情報が、まあ、うまくまとまってないっていうのはその通りで、特に今日お伺いしたいの話だとですね、リスク、企業のリスクだと結構ローカルな情報になるんですが、IPCC の関係でいくとやっぱり地球全体、東アジアでどうなってるかっていう観点も重要なので、そのグローバルとローカルの情報、そしてまた制度も変わってきますので、そのあたりをどういうふうにトータルで理解するかっていうことについては、かなり情報の、やり取り、意見のやり取りをしていかないと、まあお互いのエリアで、最適化してて、トータルで最適化できてないっていうことは十分あるのかなというふうには思いました。で、予測提供側としてはですね、まずリーフの PDF 関係だと我々は気象圏が主に今やってますけども、日本全国5キロダウンスケーリングというのをやっていまして、このデータについては、まあ、今年度もしくは来年度に公開に向けて今、計算しているところですし、3年後ぐらいをめどに D4PDF の次のバージョンっていうのも今、準備しています。で、どんどん予測データっていうのは、高度化、大規模化していきますが、まあ、そういうのに対するニーズがどれくらいあるのかなっていうのは、どこかで聞きしたいなというふうに思いました。で、このジャンル、ものすごく研究の速度が速くてですね、まあ5年ぐらい前の、今全然違う状況になってまして、次の5年もまたどんどん変わっていくということが、まあ、予想されます。なので、ご指摘、永村さんからもご指摘いただきましたが、まあ、データセット予測研究の、まあ、見える化というのは非常に重要だということを、まあ、再認識しました。で、一方ですね、こういう、日本の場合、日本の研究の場合ですね、開発にはお金をかなり投入するんですけども、まあ、ソフトエンジニアリング的な情報サービスとかですね、その後のところはかなり弱いので、まあ、今日北さんも紹介されてましたが、研究とそういう産業をつなぐ間をどういうふうに、ブリッジングするかっていうのは、依然として大きな課題だということを理解しました。木本先生も前から言われてますが、やっぱりそういうデータベース、ソフトエンジニアリングを充実した方がいいというところで、まあ、そのあたりは、研究をサポートしていただいている、まあ、文科省及び環境省の皆さんにもぜひご理解いただいて、より良い方向に進んでいけばいいかなというふうに思いました。私からは以上です。はい、森先生、ありがとうございます。それでは、環境研究所の岡さん、どうでしょう。はい、ありがとうございます。2点くらいにまとめて、お話しさせていただければというふうに思います。で、私の発表の中で A プラットをご紹介させていただきましたけれども、かれこれもうおそらく5年ぐらい、経っているんですかね、公表してからで、まあ、その公表時点ですでに、WebGIS と、公開していたんですけれども、まあ、今回、このシンポジウムを開く際にですね、A プラットをご存知ですかというふうなアンケートをさせていただきましたけども、まだまだ認知されてない方も多いなというところで、これはやはり我々のアピールも足らないところかなというふうに思ってございますというところで、まあ、我々としては、まあ、今まで影響、適用、いろいろな成果あるところであるんですけども、まあ、どういった
った成果があるのかといったところを幅広くですね、まあ、今後も皆様にお届けできればというふうに考えて思った次第でございます。で、2つ目がデータを分かりやすくというところ、これはおっしゃる通りかなというふうに思ってございまして、ただやはり今までの課題といたしましては、我々は研究して、まあ、こういったデータありますよというふうに、ある種一方的なデータの渡しの仕方をしていたんですけれども、まさにこのネットワークですね、今回開催させていただくことによって、逆にこうニーズ側からどういうふうなデータがあれば、まあ、より使い勝手がいいのか、まあ、こういったところの意見、いろいろいただいたところでございますというところで、まあ、なかなかすぐですね、解決できるというところではありませんけれども、まあ、先ほどのデータベースの話も含めてですね、ただですね、こういった両者歩み寄ることによって、まあ、どういうふうにこのギャップを今後埋めていけばいいのか、まあ、こういったところの取り組みをぜひネットワークで進めていければというふうに考えているところでございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは企業の皆さんをサポートしていらっしゃるガイアのガイアビジョンの北さんからもコメントをお願いしたいと思います。はい、木本先生ありがとうございます。はい、私からはですね、2点申し上げます。まあ、1点目としてはやはりその、まあ、のツールをより、まあ、の使いやすくしていくことと申し上げます。まあどうしても気候のデータ、非常に専門的で分かりにくいというところはあって、まあ私もやはり、自分が修士学生、博士学生の頃は、まあ非常に苦労した記憶はあって、まあそういった苦労を、まあやはり皆さんがするのは、やはり違うことだろうと思いますので、そういったそのデータを、より悩ませずに使いやすくして、ちゃんと、企業や、自治体、金融機関様の皆様は、ちゃんとご自身のお仕事に集中できるような環境とツールを提供していく、そういった、ビジネスを今後展開していきたいと思います。それからもう一つは、そのデータを、使ってもらおうというスタンスから、弊社もどんどん離れていくという申し上げるというのは、やはりその企業様にとって大事なことは、やはりその売上の、増加であり、従業員の雇用であり、株主への、説明責任であり、で、金融機関様にとってやはりその、金融、リスクの安定化、ポートフォリオの安定化。本来は、そちらに対して、その気候変動が大きな影響を与えているというのが、TCFD や、ISSB 等のバックグラウンド等にあると思います。その上では、やはりその企業様のその課題、従業員や、雇用、売上、そういったところにいかに近づけるか。そして、実際にその気候変動の影響を見える化していくというのが、弊社の 本来やりたいことであって、企業様が気候変動に主体的に立ち向かって、そして、売上の増加や、従業員の雇用確保、あるいは金融機関様のその、投資、融資のポートフォリオの安定化、ひいてはその適用ファイナンスや、サステナビリティファイナンスの増加によって、日本の経済が、より上向きになっていく、気候変動の中でも上向きになっていく、そういった社会を弊社として作っていけるためのツールとサービスを今後提供していきたいと思っております。はい、北様ありがとうございます。皆さんいいことをおっしゃいますね。私も喋りたくなってきましたが、しかし、役所の方にも、コメントいただかなくてはいけませんので、まず気候変動のデータセットを供給する塩梅を取っていただいております。文部科学省の久保様いかがでしょうか。はい、木本理事長ありがとうございます。いや、先ほど森先生がおっしゃられたことに、私言わなくてはいけないことは尽きてしまうのかなっていうように感じてはいたんですけど、本当はおっしゃられた通り、痛いところを疲れたなというのが本音でございます。一方で、我々データ創出側にいる立場としては、おそらくこういうところをで皆さんニーズがあるんじゃないかなと予測はしつつも、一方で実際にそのニーズの声に直にこうやって接するということがなかなか難しいというのも事実でございまして、そういう意味では本当今日は非常にありがたい機会だったなというところがございます。で、そしてあと、3つの企業の皆様方がおっしゃられていた、データが、散財とまでは言わないけれども、どこにあるのか、っていうのが分かりにくいというところであったりとか、あとそれについての解説というものがちゃんと整備されるべきではないのかというところにつきましては、本当に文科省としても同じことを今考えておりまして、そういう観点から先ほどご紹介したデータセット2022の整備に今動いていて、今年中に公開ができればと
すみません。若干ちょっとそこは動きが遅くて、皆様方からすると、もうちょっと早くっていうイメージがあるかもしれませんけれども、そこのところはご容赦いただきつつ、我々として整備を図っていきたいと。あと、そのデータセットの、公表の際には、解説書などの整備も図っていきたいというふうに思っているんですが、一方で、やはり解説書だけであると、なかなかこれもですね、敷居が高いと感じられる方も非常に多いんではないかなと感じております。まあ、そういう意味で言うと、相談窓口のようなところも、用意しなくてはいけないのではないかなというところがありまして、そこは現在、気象庁様であったりとか、そういう関係者の皆様とちょっとご相談をさせていただいているというところでございまして、そのあたりも、データセットのリリースの際には、皆様方にご紹介できるよう尽力してまいりたいなと思っているところでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、国土交通省、国土交通省さんのデータは、かなり、多くの企業で、すぐに使えるのに近い、ところまで、処理していただいているとは思いますが、それでもやはり、まだ足りないところもあって、そのあたりの課題なんかをお聞かせ願えればと思います。荒川様、よろしくお願いします。ありがとうございます。まさに、今日、皆様の声を聞いて、改めて実感したのが、気候変動の開示の要請が高まっている一方で、企業の皆様の負担、相当でかいんじゃないかなという点だと思います。少しデータセットから離れてリスク評価のお話をさせていただきますと、今年、今年度内にですね、私どもとしては物理的リスクの評価をどうすればよいか、サポートとなるような手引き、これ作っていきたいなと思っております。これまで私たちデータ提供、リスク情報の提供だけじゃなくて、先ほどありましたが、治水経済マニュアルとかでですね、どういったらリスク評価を行えるかという手引きみたいのもやってきております。これ実は TCFD の各個社のレポートを見させていただきますと、使われているところが多々ありますが、一方、専門的な知識なので、こういった企業の評価に使っていいんですかという声ですとか、自社の評価に使うために少し悩みながらですね、時には大胆な仮定を置きながら使っていただいているというのも見受けられます。こういったものを考えてですね、評価を行っていただく企業には、より簡易に、容易にリスク評価を行うこと、また、見ていただく投資家の方々にとっては、分析の背景をより分かりやすく、解説的に見れるようなもの、こういった手引きができないかなというものを、学識者の皆様や、できれば今日参加の、パネラーの皆様とかですね、企業の皆様にも、お知恵いただける部分があれば、お知恵いただきながらまとめていきたいと、そういうふうに改めて思いました。以上です。はい、ありがとうございます。今日は、金融庁さんも、ご参加いただいて、金融関係の、聴講者の方、多いようですが、環境省は、自治体の、取り組みやなんかも、サポート、していただいております。そのあたりの、自治体や企業やなんかを、行政とつなぐですね、そのあたりで、課題のようなものを、お聞かせ願えればと思います。塚田室長、お願いします。はい、木本先生、ありがとうございます。気候変動による影響はもう言うまでもないかもしれませんが、地域の地形的な条件だとか、あるいは産業、経済の状況によって様々でございます。仮にその隣り合っているような自治体であっても、その出てくる影響が、異なってくるということも十分あり得ると思います。民間企業にとっても、その自社のみでなく、そのサプライチェーンを構成する企業も含めですね、今後予想される気候変動影響に備えていくことが不可欠です。他方、その地域におけるその気候変動影響に関する情報は、少しずつ、整備されつつあるというところではあると思いますが、限りはあると思いますし、その影響を評価する手法についても、まだ必ずしも確立されていない状況かと思っています。こういった観点からも、地域の行政とか研究機関、市民団体、国家研さんを含め、あるいはさらに場合によってはその隣接するライバル企業とか、そういったところとも連携していくということは重要になるんじゃないかと思います。適用については、先ほどプレゼンでもご紹介した通り、その2018年に法律を作っておりまして、すべての関係者が一定の役割をしつつ、連携して取り組んでいくことを大きくしております。で、具体的に言いますと、適用法では、その自治体にその地域気候変動適用センターの設置という努力義務規定を規定しております。この地域適用センターは、地域の行政とか市民、民間企業、そういった関係者と連携しながら、気候変動影響に関する情報収集とか、適用政策の推進のハブとして機能していくことを規定しております。これまで39都道府県含む50の自治体で、
のセンターを設置していただいております。また7つの地域ブロックごとにですね、広域協議会を設定しておりますけれども、地方環境事務所が事務局を務め、協議のテーマを定めるなどしてですね、国、県、市町村の行政機関だとか、地域の適応センター、研究機関、そういったところが参加しつつですね、広域的な連携による取り組み体制を構築しているというところでございます。企業における適用については、国レベルではこの産官区連携ネットワークによる活動もございますが、その他にも先ほど申したような地域レベルでの地域適用センターだとか、広域協議会、そういったところと連携していくことも、つながっていくこともあるかと思います。またサプライチェーンはその言うまでもなく、国内に閉じたものではありません。その2011年にタイでの洪水、それによる日系企業の影響、これまでも話題出てきておりますので、繰り返しませんが、そのような観点からアジア太平洋地域を中心とした途上国においてその現地に進出している日本企業にもですね、悲劇するような早期警戒システムだとか気象の情報サービス、損害保険、そういったものを含めたですね、気候リスクマネジメントを進めることが重要だと思います。当初の局長の松田が冒頭挨拶でその、国連による今後5年間のイニシアチブということで世界の全人口を早期警戒システムでカバーするそういった目標を掲げておりますが、民間セクターとしてもこのような取り組みを進めることは重要だと思います。私がプレゼント記に申し上げたことと重なりますが、我々が別途構築している AP プラットですね、そこの活動、今後の活動の方向性として、産学連携ネットワークの有識企業の皆様との連携について進めていきたいと考えておりますし、詳細を追ってご相談させていただければと思っております。私からは以上です。はい、ありがとうございました。ちょっと時間も落ちてきましたが、皆様大変、良いご意見をいただきました。これを私があと2分で、まとめるというわけですが、まずですね、明らかな、皆さんのご意見から明らかなこと、日本は、TCFD のレポートを確認しても適用策を取るにしても、他の国に比べたら負けない、データの蓄積がある。そしてそれはどんどんアップデートされている。ただし、それは一般の企業や自治体の方が使うにはかなり難しい。国土交通省さんで、新推進まで加工してくれればいいですけど、一般の企業にそこまでの加工をしろというのは無理である。したがって、このせっかくいいものがあるのにハードルが高い。これをなるべく低くして、一般の方にも、データを使って、データを使うことが目的ではなくて、それ、気候変動に対して、対策を取っていただく、あるいは、自社の将来を考えていただく。そういうふうなふうに動きたい。皆さん、共通して、それを助けたい、サポートしたい。そういう、気持ちであったと思われます。こういう会議、オンラインの会議、特にですね、集まって3時間やったけど、結局何も決まらなかった、という場合が多いんですが、今日一つだけでもですね、この連携ネットワークで、それがもう一番大きな課題である、レーザーセットがどんなのがあるのか、どんだけあるのか、どれぐらいアップデートされるのか、それを、一般国民の皆様になるべく、スイスイと、流れるように。で、これをですね、全部役所が賄うってわけにはいかないですね。いろんな会社あります。今日500人来ていただいております。500社ある、一つ一つ全部コンサルティングするわけにいきませんので、ガイアビジョンさんのような、それをアシストしてくれる会社が必要だし、で、どんどん技術がアップデート、データセットアップデートします。それに合わせてアシストもアップデートしなくてはいけない。で、会社の方もですね、去年書いたデータセットからアップデートされればそれを差し替えて新たなリスクの調整をしなくちゃいけないというようなことになってくると思いますので、今日皆さん、3時間以上お付き合いいただいた、一つの、コンセンサスとしてですね、そのようなユーザーフレンドリーなデータプラットフォームもしくはサービス、これをなんとかコンサルさんの役割も考えながら、役所の役割も考えながら、研究者の役割も考えながら、どんな形で実現していけるのか、
をこれからこのネットワークでも考えていきたいと、私はそういうふうに思うんですが、いかがなもんでしょうか。うなずいていただけると、終われるんですが、まずなくない。とりあえず、そんな感じで、落としてみましたっていうことにいたしますが、せっかく今日たくさん来ていただいて、企業の方特に来ていただいたんで、もし最後にいやいやこれを言ってちょうだいよっていうようなコメントがございましたらお聞きしますけど、いかがですか、永村さん。いやいや、あればです。なければ別にいいんですけど、時間も来てますのでね。はい、ありがとうございます。はい、本当に私も議長お感じになった通りでですね、今日の皆様のプレゼンをお聞きしてですね、改めて、すごい先進的な取り組みっていうのが実は進んできているし、またデータそのものもですね、本当に進化を遂げてきているということが非常によく分かりました。私の欲としてはですね、やはりこの物理的リスクの扱いに関しては、会場も含めですね、やはりこう日本がですね、国際的にもこうリーダーシップを取っていけると、こういったことがやはり国際社会に示せるようになると、非常にかっこいいなと、こう思った次第であります。で、本当に今日お集まりいただいた皆様のお話を伺うにつれですね、やはりその辺のこう、革新といいますか、非常に心強く感じたところがありましたので、ぜひこのノリを大事にして、一層ですね、奮起していけたらいいなと、こう思った次第です。本当に今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。JR 矢野さんは一言お願いできますか。はい、矢野でございます。本日は、どうもありがとうございました。初めてお聞きする中身も非常に多くてですね、非常に勉強になりました。今後もですね、このネットワークを活かして、いろんな情報交換だとか、情報提供を続けていければと思ってますし、そのために当社でお役に立てることがあれば、ぜひ協力させていただきたいと思ってます。今年はですね、鉄道が開業してちょうど150年という記念すべき年でありまして、今後もですね、持続可能サステナブルな企業グループであり続けるためにですね、ESGK を基盤に脱炭素社会の実現に向けて、高い意識を持って先頭に立っていきたいというふうに強く改めて思いました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは農林中期中井様からも一つことお願いします。はい、ありがとうございます。当金庫もそうですけども、多くの金融機関でですね、サステナブルとデジタルトランスフォーメーションですね、DX、これらをですね、双方推進されているっていう認識しております。ユーザー側でもですね、例えば AI であったり、デジタルツールなんかを活用して、効率化してですね、課題解決なんかもできるんじゃないかなと思っておりますし、やはりそういった意味でデータを利用する側もですね、自らを実施して、こうデータリテラシーをですね、今後高めて、ハードルをクリアしていかなければならないのかなというふうに考えました。また本日ですね、産官学の皆様とディスカッションすることで、解決の一口がですね、見出せることも実感できましたので、今後ともこのネットワークのですね、取り組みを期待しております。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、ガイアブちゃん、北先生じゃない、北社長、お願いします。はい、本日は大変、貴重なイベントありがとうございました。弊社も大変勉強になりましたし、このネットワークが、今後より、世界に発信していけるようなものと確信しています。やっぱりその、気候変動の、影響、弊社もデータいろいろ持っていますが、たまにやっぱり影響が大きくなってなかなか苦しい未来があるなと思ってしまうこともあります。ただ一方で、それは日本が災害大国であった、昔からの話です。一方で、その日本はその防災大国という、肩書きも持っていると思っていますので、そういったその防災をその適用や、サステナビリティにどんどんつなげて、こういったその日本の気候データと、その日本のビジネス、金融、こういったものを全て掛け合わせることで、世界に、名だたる、ビジネスができて、日本がさらにその気候変動で、特に適用の部分でリードしていく、そういった、未来を作れると必ず信じております。私たちの未来を、より前向きに作るために、気候データをより前向きに使っていく、そういった社会をこれからどんどん作っていきたいと思いますし、ちゃんとその弊社が、ちゃんと売り上げ伸ばすことで、ほっといても、ちゃんとこの気候サービス産業が、伸びていくような、そういった、まずは環境にしていきたいと思ってますので、まだまだ小さい会社ではありますが、応援いただけると幸いです。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。役所の方々とですね、研究者は、まあ言ってみれば私の身内でございますので、先ほどから、いろんな意気込みも聞かせていただきましたので、一言は省略させて、ごめんなさい。それで、たくさん、来ていただいたお客さん、今日は、聴講者の方々のご意見や、ご質問を取り上げる、キャパが非常に少なかったですが、この、ネットワークを続けていきますので、次の回にはですね、自分も参加して、ひょっとしたら俺に喋らせろというやつも、方もいらっしゃるかもしれませんので、ディスカッションを盛り上げていきたいと思います。本日は長い時間、ありがとうございます。私が終わっていいんですか？あ、この後司会につなげます。あ、はい。じゃあ司会の方にお渡しします。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。